そこで光線とルーメン、光の線とか、あるいは光の輝き、グロリアというのは美しいものでありますから、美の問題に入ろうかと存じます。輝きは美しい。その輝きの中には時として光源よりも美しい輝きがある場合がありましょう。光源の全体的な美しさには及びませんけれども、輝きっていうのは特に光源を直接に見ることのできない人にとってはより美しく思われる場合があります。もとより神を光源とするような大きな光源ではなく、小さな光源の場合、そういうことはしばしばあります。例えば伝統は光源として美しいとは言い難いこともあります。蛍光灯のようなものは必ずしもそれだけで美しいとは言えませんが、ある種の工夫をした電気スタンド、傘の色や形の備品で放射してくる光線は少なくとも人間の目にとっては光源よりも見やすくて美しいことがあります。トマス自身の美学は今人々が一般に論じている水準よりははるかに興味あるものと思われますが、ダンテはトマスを光源とする輝きではありますが、ことが美の問題となるとダンテの方が優れているのではないかと思われる節があります。それは何もトマスを貶めることではなくて、その100年後に出てきた人がトマスに学びながら、トマスの中で場合によっては十分開かれていなかったものを開いたのではないかと思われます。で、ここでダンテの美学が話題になるんですが、私はダンテの新曲しかここで引用いたしませんので、新曲以外にダンテが哲学的な論文を書いておりまして、その哲学的論文を中心に論じた非常に優れた論文がございますので、それは一つだけあまり知られていない雑誌に出ていますのでご紹介していこうと思いますが、2枚目の紙の一番下です。アンダーラインの下のところに星印がついておりまして、ダンテの美学が彼の哲学論文を中心に論じた出色の論文がある。朝岡清という大阪音楽大学の教授でいらっしゃる方ですが、その人がダンテの美学というのを、ムネモシュネという知られない雑誌がございますが、それの9号の41ページから52ページに出ている論文、これは専門家の方がお読みになっても得るところがあるのではないかと思いますが、専門でない方がお読みになっても分かるような文章でございますのでご紹介しておきます。それでまた紙を離れて私の言葉に集中していただきます。ダンテは地獄編でも煉獄編でも天国編でも第9の歌、9の歌、9番目の歌からそこの領域らしさが最も特色を持って出てくるように作っていて、その例えば地獄編ですと地獄門というのがございましたですね、有名なあの地獄門、それは地獄の入り口なんですが、これは現世の中にありました。荒れた森から野原に行って、そして地獄の門があったんですが、それを下っていって第九の歌に行きますと、地獄の内門っていうんでしょうか、内門っていうのか、その地獄の本当の地獄の門っていうのが出てくるんです。それはディーテという名を持った都市でありまして、
もうそこを見ただけで入ろうとしたダンテはおじけづいてしまうんですが、そのダンテがおじけづくのは当然なんですが、案内者のヴィルジリオが不安な顔をするのでダンテがびっくりするというようなところがありますが、煉獄にも入っていきますとしばらくは煉獄の風景が出てくるんですが、やはり第9の歌になると煉獄の内門というのが出てまいります。そしてそこにはちょっとこれは本題から外れますけども、そこにも天使がいるんですね。煉獄の門番をしている。人間だってできたら天国に行きたいと思うのに、天使はどうして煉獄にいなきゃいけないのかっていう気がいたしますが、多分代わり番号にしていたんじゃないかと思うんですが、とにかく煉獄の門の番をしなきゃならない天使がいるんですね。それはですから天国から降りてきてそこで番をしていなきゃいけない。でこういうことは今日は煉獄編の話じゃありませんけれども、時々私どもが左遷されることもございますね。左遷されるよりも何か本当にひどい扱いを受けているようなことがあって、自分がこんなところでこんなことしなきゃならないのかなと思うような時に、まあまあダンテによると天使も煉獄で門番をしておったことがあると思えばですね、ただただ腹立たしいっていうのがやまることもございますね。まあですからダンテは読むといろいろ身のためになることもございます。今日は煉獄はやめて天国でございます。ですから天国も第九歌から九番目の歌から天国らしさが出てくるところがあります。で本当の天国ということになりますから、もう城門はございません。門番がいるなんてそういうものはございませんが、どういうところから本当の天国になるのかっていうと、大地の影響がもう及ばないようなところから天国になるということになっています。そしてダンテが勉強した天文学では、何かその金星、夕方の明星って言いますかね、これがまた明けの明星にもなるんで面倒なんですが、とにかく 夕方の明星、金星のところまでなんとなくその天文学的に地球の影響があるということになってるんですが、そこにやはり金星が出てくるところから本当の天国になる。でどういう意味かっていうと、この金星の天は、天体は人の世の影の果て、もう人の世界、この地球の影響がもう及ばなくなっているところで、そしてそこには主の凱旋による、主の凱旋というか主の勝ち戦というのは、キリストが十字架の死によって人類の罪をあらかじめ許すというような、そういう神に許していただくということができたので、キリストのそれを勝ち戦とこういうふうに言うんですが、その勝ち戦によって天国に入るっていうのがキリスト以後の人々の救われ方ですが、キリストの生まれる前に、キリストが出現する前に何人かの人々は天国に入っています。でその中でも真っ先に受け入れられたグループの一人にラーブという遊女がいるんです。で、そのことを、この天は人の世の影の果て、
主の勝ち戦による誰よりも、かの女こそ先に受け入れられたというふうにして書いてございます。ですから、とにかく真っ先に天国に入れられた人に、遊女ラーブがいる。どうして遊女なのか。今なんかいろいろ差別語っていうのがあって、遊女って言ってもいけないかもしれないんですね。なんかよくわかりませんけど、今日はうるさい人がここにいませんから、普通の言葉でお話しすることにしますと、遊女ですから、まあ、その別の言葉で言えば売春婦と言ってもいいような、そういう仕事の人だったんですが、でも主のお使いであった人の、まあ、ヨシュアっていう人がいるんですが、そのお使いであった二人の人を命がけでかくまったということで、命を捨てて神のために尽くしたんだからということで、その女性はそういう仕事の罪を許されて天国に入れられているということ。ですからダンテにおいて、あれだけ厳しい教皇様は何人も地獄に投げ込んでるんですね。ダンテはそういうことはあるのかないのか分かりませんけど、そうなっておりますね。それから自分の気に入らないものはみんな地獄に入れてるというのも痛快で面白い。私もそういう人は何人もいるような気がするんですけど、私が騒いでもどうにもならないが、ダンテが騒ぐって言うとおかしいですけど、歴史に残りますね。まあその中でダンテはですね、厳しい人なんですが、やはり本当に命がけで神のために尽くすことがあれば、たった一つのいいことに過ぎないんですが、それで天国に入れられている、そのことを天国の門の最初にダンテが書いているということは、おそらく神学大全の中で神の許しとか救いがどんなものであるかっていうことの具体例っていうのは出てこないんですけども、それをダンテはここに書いていって、これはトマスのそういう許しの問題の輝きの一つになるのではないかと思われます。私どもは天国へのここに来て、だったら自分でももしかしたら、今まで何もしてないけども、もしかして本当の真心でいいことをするならば神のもとに行けるかもしれないと思うことはできます。ある時読んでいってここに至った時に、なんとなく涙が出たことがあります。人は一生の間にいつか神に許していただける機会を持てるかもしれないということであります。ですからこの場所はまた非常にいいところでございますので、時間がありませんから今度は私だけ読みますけど、ザ・クエスト・チエロ、あ、それは2ページのこの辺でございますね。2ページの3の何行目か、行数を数えて言っときゃよかったんですけども、ザ・クエスト・チエロ、インクイ・ロンブラ・サ・プンタ・ケル・ヴォストロ・モンド・ファーチェ、あ、これピアじゃありません、プリアです。R が抜けています。P-R-I-A です。なんかやっぱり映してると眠くなる時もありますので、R が抜けて、プリア、R 入れといてください。入れないでお持ち帰りになって、私の恥をずっと宣伝するようになっても困りますので、R-I、プリア、カルテラ・アルマ。
del triunfo di Cristo fu assunta。 でこのトリオンフォというになっている版とトリオンフォ王になっている版とございますので、これは私の写し違いじゃございません。二つある、トリオンフォでもいいしトリウンフォでもよろしいです。トリオンフォの方が新しいと思いますが、でこれはですから今言ったラーブのことが書かれているんだということです。でこういうところにこう倫理と、まあ、倫理学とそれから倫理学の善とそれから美学の美ですね、この二つが溶け合うような場所がある。感動すべき行為っていうのは美しい行為ではないのかっていうこと、良い行為、立派な行為っていうのも確かに賛嘆すべきなんですが、学もない、そして身寄りもない、そしてほとんどが罪の生活をしていたような人が命がけで神のお使いを助けたという、その美しい行為というのは大きな行為じゃないんですけども、そして小さな光に過ぎないけども、やはり光源ではないが輝き、グロリアの一つになるのだろうと思います。ダンテはここでですからトマスにおいて必ずしも明瞭ではなかった二つの美を挙げていると思います。一つは人間に何かパテティックな憧れを起こさせる金星、ベネレンと言いますが、金星の輝きを自然美として強調していることであります。それから今一つは命を懸けて神のために尽くすことの美しさ、つまり正しさや善とはどこか違う行為の美しさ、精神の美を強調しているのではないかと思われます。周知のようにトマスは、あの周知のようにっていうのは本当は周知でない時に使うらしいんですね。私うっかりこう書いてご存じない方がいらっしゃると思いますが、私の国文学の先生であった麻生先生っていうのはいつも周知のようにってまずおっしゃるんで、そうするとみんながそれを知らないと周知、つまり平均人から省かれると思って急いでノートして、ああいう教育者っていうのもいるもんだということを思いました。ですからあえて申しますが、周知のようにトマスは神学大全の中で美は明快と調和とによってなると言っています。明快って訳していいかどうか分かりませんが、クラリターテとデビタプロポルツィオーネ、調和とによってなるというふうに言っております。ところでそのクラリタス、明快、クラリテ、それからプロポルツィオーネ、これは比率による、比例による美しさでありますが、そういうもの、この二つが美を構成するのだとトマスは言っておりますが、前者すなわち明るさっていうのは対象のに関するもの、後者はこのプロポリツィオっていうのは関係の客観的認識の成果だと思います。明るさ、形の明確さっていうのは客観的認識の一つの成果だし、あるプロポリツィオすなわち比率がどうなっているかっていうのも客観的な知識の成果であります。このようなトマスの美の幾何学的、数学的限定性に対して、ダンテの美には何かこう解釈の美っていうのがあるような気がします。それはちょっとご覧ください。三枚目の紙のこのあたりにあります。この辺りって そっちまで見えないかもしれませんけど、4の直前に
イタリア語が書いてあります。マペラビスタケサバロラケサバロラバインメグアルダンドウナソラペルベンザパルベンザですね、ムタンドミオアメシトラバグリアバ。なんていうことかっていうと、私の視力は見つつ強まり、唯一の姿が多様に見える、私の変化で変わって見えたというので、クラリタスっていうはっきりしたものとか、それからプロポリツィオっていうね、プロポリツィオネっていうような、その数学的にはっきりしたものは最後に出てくるのかもしれませんけど、トマスではなくてダンテは同じものを何度見ても、見るたんびに自分が深まれば変わって見えてくる、もっと深まって見えてくるということで、これは天国編33課112から114行で歌われていることでありますが、神秘の深まりというのが美的体験にあるのではないか、美的経験にあるのではないか。天国はその意味で人間が無限者である神に無限に近づこうとする生ける努力の報われるところなのではないか。そこにはトマスにおける知性の透明性に対して、ダンテの解釈的知性の輝きには神秘への対応があると思います。20世紀の哲学、そしてこの21世紀に続いてくる哲学の中では、つい先だって亡くなった私の先輩で師でもあり友人でもあったポール・リクールという哲学者がいますが、この人は解釈学の大家でございました。それからその前に、昨年でしたか、亡くなったガーダマーという学者も解釈学の人でありましたし、それからその20年か30年前に亡くなってたハイデガーも解釈学というようなものを、それぞれ3人とも違った形なんですがしておりまして、現代の哲学は一つの事象をテクストとして見て、経験するたんびに新しいものが輝き出てくるような、そういう考え方が強いのですが、それを14世紀にダンテは明らかな言葉として言っているということは素晴らしいことで、そしてその最後的な目的がクラリテとプロポルツィオネにあるのか、それともそれとはもう少し違った偏差のあるダイナミックな輝きであるのか、それはこれからまた考えていかなきゃならないトマスの課題だと思いますが、新しいものではないかと思っております。